どうもこんにちは、ミトシです。本日は自然光の提供でお送りいたします。今日はですね、自然光の提供でお送り、ほとんどのさ、甘いものが好きな人って何好きですかって聞いたら、大体ケーキが好きとかシュークリームが好きとかいろいろ出てくるじゃないですか。けど僕らって日本人なんですよ。日本人なんです。だから今日は和菓子を食べていきます。机の上に置いてみたんですけど、こういうのって昔結構夢だったな。いただきます。じゃあこれからいただきます。なんかこのはんぺんみたいなやつ、わらび餅だったと思いますけど、美味しそう。わらび餅だ。わらび餅だけど中にくるみが入ってて、なんかねコリコリ感があって美味しいです。うまいな。じゃーん。食べたことある人多いと思いますけど、お酒と作り方が似た工程で作られてる饅頭なので、なんかね独特の香りがあって美味しそうです。うん、美味しい。あ、これめっちゃ美味しいな。なんか饅頭の中に空気が入ってるみたい。生地の表面に張りがあって、噛み応えにちょっとね弾力が感じられて美味しいです。一旦これ食べます。本当に美味しい。あの、知らない人そんないないと思うけど、今川焼きの冷凍食品あるじゃないですか、日例のやつ。あれレンチンせずに、あの、自然解凍で置いててあげると、まあ、こんな感じで中身のクリームが適度に固まってて、とっても美味しいスイーツに大変身しちゃうので、やってみてください。美味しいな。こういう系ってかなり影薄くて普段買わないじゃないですか。あえて今日ちょっとピックアップしてみました。うまいじゃん。めちゃくちゃ美味しい。なんかね、クッキー生地がバター風味になってて、中にお菓子系のホイップが入ってて、すごい美味しい。抹茶バージョンです。やばいやばい、ちょっと美味しすぎて、あの、寝ちゃいそうになりました。抹茶の渋みが甘いバターサンドと合ってます。うまっ。これは結構有名なパッケージに入ってるスイートポテトですよね。生きてたら多分1回ぐらいは食べてるはず。美味しい。なんか和菓子食べてると、まるでおばあちゃん家に来たような気持ちになる。久しぶりに食べて思ったけど、このスイートポテトって完全にスイートポテトじゃないですね。なんか白あんみたいなのがちょっと混ぜられてて、和菓子感満載に作られてます。みたらし団子いただきます。絶対みんなが馴染みのあるみたらし団子あるじゃないですか。あれ買おうと思ったんですけど、圧倒的にこっちの方が見た目が美味しそうだったんで、こっちを買いました。なんだろう、この粒の小ささが逆に美味しそうなんですよね。うん、
あ、やった当たったわ。めっちゃ美味しい。結構団子に弾力があります。なんか本当に団子が小さくなった分濃縮されたような弾力があって、甘いみたらしのタレととても合います。美味しい。うまっ。和菓子コーナーに一応置いてあったんですけど、お芋蒸しまんってやつです。どっちかというとパンな気がするけど、一応和菓子コーナーにあったんで買ってみました。うん、とてもとても蒸しまんだ。黒糖膨れ菓子みたいな売ってるじゃないですか、あれみたいな感じで密度の濃いしっとりした生地になってて、とてもとても実家を思い出す味です。ふぶきあん食べます。これ結構普段からあの和菓子食べたいと思った時は買ってたりします。これ結構リピート率高いですね。うん、やばい。あれだね、こういうポケモンいましたよね。ちなみにこれ食べたことない人は最初食べたら驚くんですけど、この表面の白い部分はただの仮面で、なんと本性はこの大量のあんこっていうね、すごい和菓子になってます。はいはい、これどっちだろう。これ2種類買ったんですよ、このパイシリーズ。これ結構好きなんですよね。うん、あんこだ。本当にさ、これ美味しいんですよね。パイ生地がさ、このあんこの水気を吸ってんのかわからないですけど、すごいしっとりしてて、それがすごい好きですね。確かもう一個は栗だったと思う。これは栗のはず。まあ食べたらわかるかな。栗ですね。うまいな。美味しい。この栗のあんはちょっとホロホロ系で懐かしの和菓子だなって感じしますよ。うまっ。これこれ、あー美味しそう。けどこれ初めて食べるんですよね。いただきます。美味しすぎてちょっと一緒に寝てました。やっぱ洋菓子美味しいな。なんか雪見大福みたい。固めのホイップクリームといちごが入っててうますぎる。やばい、美味しいです。うまっ。これについてはマジで普段から結構買いますね。みたらし団子より多分こっちの方が僕買う頻度高いかもしれないです。ご想像通りのお味です。これに関してはさ、みんな絶対食べたことあると思うので、もう想像通りのお味です。どら焼きいただきます。やっぱ和菓子って言ったらどら焼きでしょっていうことで、甘いなこれ。すごい、めちゃくちゃ甘い。なんかカステラ生地みたいな甘さがある。コンビニスイーツのどら焼きに食べ慣れてたからめちゃくちゃ甘く感じるこの生地が。うん、昔ダメ元で告白して振られた波に甘い気がする。
すいません、今日はなんか糖の襲撃が強くて、残りは明日の朝ごはんにしようと思います。ごちそうさまです。はい、おそらく健康にもいいということで、皆さんも健康維持のためにぜひ和菓子を食べてみてください。あ、今日結構糖分が来てるな。なんか和菓子の糖分ってなんかすごい来るんだよな。まあ、甘さがダイレクトだからかな。あ、そっか、和菓子ってほとんど糖質なのか、あれ。だからなんか許容できる糖質量みたいなのがもうやめてーみたいなって多分言ってるんでしょうね。はい、今日もここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。